共助社会の実現などに役立ててもらおうと、福岡県にイオン九州からおよそ1000万円が贈られました。福岡県に寄付されたのは、電子マネー福岡競争和音の売上金の一部と、有料レジ袋の収益金合わせておよそ600万円、それにイオンギフトカードおよそ400万円分です。イオン九州は利用金額の一部が県の共助社会づくりに役立てられる福岡競争和音を10年前から発行していて、これまでに12万6千万以上が利用されています。また環境保全に取り組む団体の活動を支援しようと、有料レジ袋の収益金を送る取り組みも続けています。福岡県は地域課題の解決に取り組む活動に活用していきたいとしました。